VOR、DME 地上局中央のアンテナが DME、周りを囲むのは VOR 距離測定装置は距離を測定する、あらゆる装置を指すが、本項目では、航空機用の広報支援用二次レーダー設備である DME について説明する。距離測定装置は、無線通信により航空機と地上局との距離を航空機から測定する装置である。DME は、 DME の他にデメと発音されることがある。DME、VOR 地上施設の外洋航空機場のインタロゲータは質問信号を送信する。地上の DME 施設が質問信号を受信すると自動的に応答信号を変信する。1、DME アンテナ2、VOR アンテナ3、VOR 送信機4、DME 受信。 送信機5、質問信号波6、応答信号波7、VOR 信号波 DME、VOR 機上装置1、DME インタロゲータ、受信機2、DME 距離信号3、VOR 受信機4、VOR 方位信号 DME は、地上施設と航空機場の電子装置から構成される。航空機場のインタロゲータが、インタロゲータ用周波数の一つのチャンネルを使い、 電波によって、個別の特徴を持った一連のパルスによりなる質問信号を送り出し続ける。地上のトランスポンダは、それらを受信すると対応するチャンネルでそれぞれに、パルス体の応答信号として50マイクロ秒後に送り出し続ける。地上のインタロゲータは50マイクロ秒以上遅れて、到達する応答信号を対応するトランスポンダ、周波数内のチャンネルで受信を試みるが、 距離ゲートと呼ばれる特定時間を遅れたパルスだけを通過させる仕組みによって自ら発した質問信号より50マイクロ秒から少しずつ遅らせながら距離ゲートと呼ばれる時間フィルターによって応答パルスを選別することで時期に向けて変身された信号だけを捜索するこの捜索状態のために少し時間が必要となり距離ゲートを通過して70%以上と 安定的に実機向きの信号が受信できるようになると追跡状態に移る。追跡状態では時期の移動に合わせて距離ゲートを調整しながら距離を算出し続ける。航空機が別の DME 周波数チャンネルに切り替えたり着陸して機上の装置を停止することで質問信号が発信されなくなるまで、または DME 局から遠く離れて電波が到達しなく、 なるまで非常に混雑して DME 局が返答できなくなるまで質問信号に対して応答信号は自動的に返され続ける。インタロゲータは電波の電波速度が一定であることを利用して質問信号喪失から応答信号受信までの時間差から時期と地上局との斜め距離を算出する。DME チャンネルは一 x から始まって一 y 二 x 二 y 3Y と数字と X と Y の組み合わせによる 126Y までの126にチャンネルが用いられ、17X からは VOR、ILS にも同じチャンネル番号が割り振られている。通常トランスポンダは VOR に併設され、同じ位置に配置された VOR が選択された、バイ d ME のインタロゲータは自動的に対応するようになっている。このような施設は VOR、 DME と呼ばれる。また、滑走路設置点までの距離を測定するために、軽機着陸装置の GP アンテナに併設する DME もある。このような DME は、ターミナル DME と呼ばれる。一つの DME 地上局では、最大100機ほどの航空機に距離情報を提供することができるが、これを上回る量のアクセスがあった場合には、弱い電波、 すなわち遠くにいる機体を無視することによって負荷がかからないようにする。DME 設備では電波見通し距離内の200から300ナノメートルほどの範囲に対して0.5ナノメートル程度の精度で距離を測定できるが航空機が DME 局に近い場合は高度の影響があることを考慮しなければならない。例えば航空機が DME 局の真上にいる場合、 DME 計器が示す距離は例ではなくその航空機の高度ということになる。DME の距離情報から大地速度と地上局までの到達時間を導くことができる。DME は30秒に1回3文字で構成される磁局の識別符号をモールス信号形式で発信している。日本国内では DME 局は3文字目に D,VOR。 DME 局では3文字目に ETDME は1文字目に I を表記して区別している。日本では電波法施行規則第2条第1項第51号の2に航空用 DME とは 960MHz から 1215MHz までの周波数の電波を使用し航空機において当該航空機から地表の定点までの見通し距離を測定するための 無線航行業務を行う設備と定義している。地上設備は無線航行陸上局として、機上設備は他の通信機器と合わせ航空機局として免許される。ただし、自衛隊の航空機については自衛隊法第112条第1項により無線局の免許を要しない。機上 DME、地上 DME の周波数は電波法施行規則第13条第3項に別表。 第2号によると規定されており、これを抜粋する。ありがとうございます。